ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、テナーサックス奏者をご紹介します。今日はですね、この人ですね。はい、この人です。はい、ジョニー・グリフィンですね。ジョニー・グリフィンのここにアルバムタイトルであります、アップロインセッションです。はい、ブルーノートですね。ブルーノートの1559番です。それでですね、このレコードはすごいですよ。管楽器がですね、4つ入ってます。グリフィンのリーダーレコードですけども、グリフィン含めて管楽器が4つ、テナーサックスが3つ、トランペット1つ。そのテナーサックス3つというのは、ジョニー・グリフィン、ジョン・コートレーン、それからハンク・モーベル、トランペットはリー・モーガンです。もう贅沢なレコードですね。まあそういったことから言って、このアブローイングセッションというタイトルだと思うんですが、それでリズムセクションはウィントン・ケリーがピアノ、それとポール・チェンバースベース、それからドラマアート・ブレイキーですね。もうすごいですね。はい、それでジョニー・グリフィン、ブルーノート1500番台3枚あります。これは2枚目になります。いつものように例によってどんなレコードがあったでしょうか。ポスターでちょっと見てみたいと思います。お待ちください。はい、ジョニー・グリフィンの1500番台あと2枚はどれだったかと言いますと、ですね、もちろん分かっているんですけれども、綺麗なのでジャケットを順番にいきましょうか。はい、どこにあるでしょうか。もう名盤揃いですね。これを見ているだけで、私毎日ワクワクするんですけれども、ジャケットが非常にいいですよね。生々しい、どこにありますか。ありました、ここですね。はい、イントロデューシングジョニー・グリフィンですね。ワンホーン、彼のテナーサックス1本でピアノトリオ、ワンホーンの作品ですね。はい、これが1枚目です。はい、これは何番になるんですか。1533番ですね。はい、それから次が今日紹介するアプローインセッションですね。これが1559ですので、出てきますよ。モブレここになりますね。はい、アートブレーキあります。ジミスミスあります。はい、ハンクがまた出てきます。はい、ここに、まあ、教えることではないですけども、ここに位置してますね。この前後はテナーサックス奏者なんですね。この前のこれはローリンズのボリューム2ですね。あとがハンク・モーベルのハンクというふうになってます。それで、3枚目はどこでしょうか。3枚目は1580なんですね。1580、ここら辺すごいですね。はい、ソニー・クラークの隣にありました、これです。はい、ジョニー・グリフィンありますね。The Congregation という1580番。はい、アンディ・ウォーホルのイラストですよね。はい、これもワンホーンだったですかね。はい、これも後ろにロリンズが控えてます。クリフ・ジョーダンもいます。といったもうそうそうたるレコード群ですが、はい、
すいません、では戻ります。はい、それで、今日はですね、A 面2曲 B 面2曲演奏されてるんですけども、 B 面の1曲目、 All the things you are をお届けしたいと思います。ジェローム・カーンの有名な曲ですね。はい、これをお届けします。ジョニー・グリフィンが、まずウィントン・ケリーのピアノで始まるんですね。ここからグリフィンが入ってきます。割とロングソロ、それからコルトレーンが入ってきます。それでモーガンのトランペット、それからモーブレ、リズムセクションはリズムセクションで安定してます。はい、もうメインです。ではこの贅沢なジョニー・グリフィンがブローインフェッションから All the things you are をお届けします。ジャザイオ。